コレクション。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。温泉娘湯の花コレクションですが、お、平安神宮のコラボコレクション、コラボ、平安神宮に行くといいことがあるってことですね。で、本日の本題はこれです。ピックアップガチャですね。ここご覧ください。10回ガチャで SR 以上の娘が1人確定ってなります。どうしても通常レアはそんなにいらないんですよね。SR 以上があれば、なお重なればちょうどいいんで、あと思ったらいきなり SR 出たし。おお、足釣りですね。ダークビーストマスター。おっと、特技が解放されたよ。10になった。ちょっとですね。なるべくならばこのユニット編成で特技10の首都を入れておきたいんで、そうなるとこの足釣りが入った意味というのは大きいですね。入手順だと足釣りいるよな。これですね、中二病のキャラクターです。足釣り、CV はですね、大空直美だったよな。大空直美で、空から天使が舞い降りたというアニメをやってるんですが、上田玲奈が氏の大学1年生が主演なんですが、その中の小学生の一人ということで、番組内ユニットを組んで歌も歌ってますね。こちらがレベル10になったので、スコアを上げていきま、スコアというか育てていきましょう。まずですね、特技強化、今2万4000あるんで、資金も考えながら、48ぐらいまで上げとこうか。さあ、ストーリーがありますね。すごい中二病だよな。なんで足摺岬が、高知県の足摺岬が中二病なのかってわからないけど、アステルってなんか携帯電話の会社の中にそんなあったような予感が。48までいけますね。成功しましたね。とりあえずこのレベルまで特訓できるかな。あ、特訓でもまだいけるんだ。ですんで、特訓これで最高レベルまで上がりますね。世界征服に近づいた。
すごい中二病感が。レッスンしましょう。70ぐらいまでしか上げられないのか。大成功ということで、これで75まで上がりましたね。さあ巡業に行かせましょうと言いつつ13しか残ってないのか。動けないです。とりあえず巡業していきましょう。一応ですね、あの親愛度が300になったらどんどん入れ替えていこうと思います。沖縄市行きましょう。で、ライブへ。なかなかでも相手も強くなって、これから簡単に勝てるとは言い切れないんで。あ、でも4局目で勝ちましたね。ピックアップガチャなんですね、本日のメイン。だから短く済ませようとしたけど、短くは済ませ合えないな。さあもう一度行ってみましょう。レアなんでね、レアがいくらレベル上げてもやっぱり能力に限界はありますからね。熱海ですか。転覚しました。あんまりこの五稜の天閣って旨味がないんですよね。鬼怒川、これも天閣か。ちょっとあの天閣した姿を見てみましょう。違う、ショップが確かあったはずなんですよね。お、娘のレベルを上げることでももらえます。もっとこの辺あの収集頑張ったねっていうことで、も SR 以上の何かもらえればいいんですけどね。この5両で交換というのがあることはあるんですが、まあ正直だから何っていうのはありますよね。交換できるものがアイテム、そんなん普通に巡業すればいいじゃんっていう話になるんですけど。お、マイルかといってもこれも SR のみなん、SR 以上がないんで、まあまだガチャチケットが、ま、でもの方がマシなのかな。もしくは小判か。小判で交換もできるんですね。まあここは使い
使う意味がなあんまりないなって思います。さあ、相手の方がパワーアップしちゃったよ。だから簡単に負けちゃいますもんね。お、危ない。追い込まれた。しかも、はい、おーっと、勝ったけどな。さあ花巻、勝ちましたね。少しずつ戻してはいるんですが、メンバー結構強いよね。まあもっとも最初以外は勝ててるんで。お、奥平だけが来ましたよ。勝利ですね。さあこれで、おっと、一気に追い詰めた。逆に勝ちましたね。はい、6局目、一時は 2% まで追い上げたんですが、そこから一気に逆転をしました。巡業やってみるか。4局目で勝ちましたね。17、16、結構すぐですね。さあここら辺が確か、あ、違うのか。湖を行ったと思うんですよね。何もなかった、湖も。合戦、あ、負けた。ではガチャに戻りましょう。で、このピックアップガチャが、10回ガチャ SR 以上の薄いは1人確定ということで、
娘の強さをアップするのに役立たせます。まあこの辺は普通のレアですね。おっと SR 嬉しのですね。嬉しの温泉実は行ってきたんですよね。おっとこれ結構すごいのが来る。 SR か玉作り、これ初めてじゃないのかな、この玉作りは。2人出ましたね今のところ。ん？これも SR じゃないの。あ違うのか。熱海ですね、また出ますね。いちご湯沢、榊原温泉ですね。三重県の温泉無線。おっとおっと、まただ。すごい2回連続で出たよ。天閣です。そしてですね、足摺がレベル15ですね。足摺も結構いいですね。結構出ますね、すごいな。超成功まで来たよ。レベル61まで上がりました。そして足摺が足摺、足摺じゃない、嬉野か。って見にくいんですよね。入手順、これが今回初めて手に入れた玉作りですね。これかな玉作り、これは嬉しのか。おっとこれですね、嬉し玉作りじゃないわ、玉作りじゃないって足摺じゃない嬉しのですね。この嬉しのを強く、嬉しのが強くなるということで、得意強化しますね。特技強化、一応娘のそろそろですね、歌合戦のメンバーの見直しも行いたい。さっき負けちゃいましたしね。歌合戦のユニット編集ってどうやるんだったっけ。あこれだ、歌合戦の足摺いるかな。足摺いないですね。ま漫才にするぐらいだったら足摺じゃない。あ嬉しのいるや、嬉しのはいますね、ここにいます。
さっきのこれですね、帽子に入れ替えましょう。レベル順で見るとこういう順番なのか。ん？さっきの75っていうのが中途半端ですよね。これで結構パワーアップできたんじゃないかな。歌合戦行ってみよう。ありはですね、どうなんだろう、そんなに上がってる気がしない。そんなに強くなってはいないですね。でもこれを繰り返すことでだんだんと力をつけることができるってことですよね。お、2人が巡業終了して、している。どうなんですね。おしゃまんべ。まあ絶対 SSR ですね。腕が鳴りやすぜ。おっと負けた。マジか。ここのに、ユニット編成を食うメンツをレベル2ですね、スキルの度合いを入れてほしいですね。そうしたらスキルが高い人間を優先的育成できるんで、それが欲しいなと思います。お、ちょうど上がりましたね。おや？ん？どうしたんだろう。あ、戻ってきました。んー、なんかね、今日のルーター無線の通信がうまくつながらないという問題があったんですよね。それが絡んでんのか。まず無料から引こう。
そして10回ガチャですね。うん、音声娘は出ませんでした。おっと、体力不足。はい、というわけでこの彼女の時間がもう本当わずかになってますね。これで終わりましょうかね。予想以上に長くなってしまいましたね。さあどこに行こう。はい、というわけでここまでとしたいと思います。音声娘湯の花コレクションを遊びました。このピックアップガチャがおすすめです。1月25日までですね、行われます。また今後も行われるかもしれませんので、注目してみてはいかがでしょうか。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。